別府市のグランピング施設でバーベキューを楽しむ人たち。実は入社式での一コマです。大分市のトヨタカローラ大分にはこの春15人の新入社員が入りました。開放的な空間で打ち解けてもらおうと企画されたもので、多様性や個性を尊重して服装も自由です。式では林慎太郎社長が激励の言葉を送った後、一人一人に辞令を交付しました。そして、式の後はバーベキューで親睦を深めます。先輩社員は率先して食事を取り分けたり話題を振ったりして、社会人への一歩を踏み出す仲間の緊張をほぐします。風通しの良い雰囲気の中、新入社員たちはエールを受け取っていました。スーツでかしこまった入社式じゃないことに驚きを隠せなかったんですけど、今はこの入社式で良かったなと思ってます。こんなにこう和気あいあい喋れるような、なんか素敵な職場に会えて良かったなっていうふうに思ってます。なんとか頑張ってやっていけたらなっていうふうに思ってます。入社した15人は IT 大手のアップルから情報リテラシーを学ぶといった多彩な研修を経て、半年後に各店舗へ配属されます。